はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ N ワゴンカスタムです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ N ワゴンカスタム L ターボホンダセンシングということで、いやー出ましたよね。ちなみにね、こちらが普通のね N ワゴンなんですが、なんかねちょっとカスタマイズされちゃってますね。ステッカーチューンされてます。でこっちが N ワゴンカスタムですね。しかもターボです。いや今回のね N ワゴンはかなりシンプルなデザインになってますよね。カスタムはねさらにそのシンプルさをかっこよく持っていったデザインになってますね。すごいねエッジの効いたデザインになってますよね。フロントグリルもねこのメッキ加工されたドットのデザインがかっこいいですよね。でこのヘッドライトですね、なかなか凝ったデザインになってますよね。給湯式のねフル LED ヘッドランプですね、9つついてます。フォグランプの方もね LED ですね。いやちょっとしたねメッキ使いはかっこよくないですか。ドアミラーのねウインカーも細長くてかっこいいですよね。でフロントグリルはねこのメッキ加工に対して艶消しのマット加工といいますか、ちょっと網網になってるんですよね。横から見たらこんな感じです。いやーやっぱりねあのカスタムというだけあって、あのリアウィングはねなんか大きいですよね。そしてねシンプルなデザインなかなかいいですよね。でカスタムはね、結構メッキ使いが多いですよね。このドアの上の部分、こういうところにもねメッキ使いがあしらわれています。ドアノブもメッキ使いです。ちなみにね、こちらカスタムじゃない方は、黒いねモールが走ってますね。タイヤの方はねブリヂストンエコピアエコタイヤ履いてますね、165の 55R15 15インチを履いております。いやこのアルミホイルねなかなか、入り組んだ凝ったデザインしますよね。でサイドガーニッシュということで、下にねカスタムパーツがついてますよね。後ろから見たらこんな感じです。いや、やっぱりね、大きいリアウィングはかっこいいですよね。リアはね、こんな縦長のね、テールランプになってるんですね。ちょっとブレーキ踏んでみますね。はい、リアウィングはね、さすがカスタムということで、結構ね、ほら、これ出てるんですよ。こうボディのね、ちょっとこの斜めのラインに対して、こうまっすぐこうギリギリ上に行ったぐらいのね、まあ大きめのね、リアウィングなんですけども、これね、ちゃんとね、空力を考えられて作ってます。格好だけじゃないんだよっていう感じですよね。で、今回ね、K で初めてのこのシャークフィンアンテナ。いや、もうホンダのアンテナね、全部これにしてほしい感じですよね。ちなみに普通のタイプはこんな感じのアンテナ。まあこれはこれでね、こうほら、温めるんでね、結構いいんですけどね。ちなみにね、この N ワゴンカスタム L ターボホンダセンシングですが、192万2000円ですね。車両本体価格は169万5000円で、ディーラーオプションが22万円ついております。いや、オプションつけちゃうとね、なかなかの高級車。NBOX と比べてね、だいたい20万ぐらいの差がありますよね。N ワゴンの方が安いということですね。ではね、内装の方を見てみましょう。では、お邪魔します。と。おほほ。内装の方はね、こんな感じです。いや、黒くてね、かっこいいですよね。パネルの部分はね、メタリックのツヤ塗装されてますね。少しガンメタと言っていいんでしょうか。で、こういったね、ところどころメッキ使いということでね、乗った瞬間ね、シックで高級感を感じるデザインですね。シートの方はね、結構こういう独立型のシートをしてますね。カスタムじゃない方はね、あのベンチシートっぽい感じでしたよね。はい、座った感じね、こんな感じです。あ、やっぱね広々してます。普通のね、あの N ワゴンとこのカスタムね、だいぶねこのシートの座り心地がね違いますね。フロントの方はね結構こうなんかしっかりしたね独立したねシートですね。あの若干ねこう横へのホールディングも感じます。ちょっとね暑いんでエンジンかけさせてもらいます。ちなみにねキーはこんな感じですね。細長い、これ統一されたデザインですよね。これね、花園店さんのね、キーホルダー。これラグビーボールみたいでかっこいいですよね。パワーボタンはちょっと下の方ですね。押してみます。ポチリ。
おお、なんかこれ若干紫っぽいねインジケーターですね。タコメーターがついてるっていいですよね。お、でこのナビ、いやこれでかいナビついてますね。これぐらい大きいナビだとね、使い勝手良さそうですよね。ちょっといろいろ、あーいいなこれ、いいなでかいなとね、8インチプレミアムインターナビということで、これだけでね20万円します。であとフローカーペット、フロアカーペットはねスタンダードタイプで 17,280円ですね。でこの車ねターボ車なのでパドルシフトがねなんとついてるんですよね。いやもうこうなってきたらね、私の乗ってるフィットハイブリッド S パッケージとねほとんど変わらないですよね。っていうかね、機能的にはこっちが上ですよね。このパーキングブレーキもねこの電子式になってますし、でブレーキホールドシステムですね、これいいですよね。でイーコンモードということですね。電子式パーキングなんでね、振ってブレーキがないので、足元だいぶね広く感じましたね。ホンダセンシングということでね、最新機能がねいろいろついてます。確かね、ACC アダプティブクルーズコントロールですね、全車速対応ということでね、いやーなかなか進化してますよね。で横にあるね小さい液晶、これ結構便利なんですよ。まああと何キロ走れるとかね。でこのね、ナビと、連動してるということで、ここにね出るんですよね。で、これ乗り降りしやすい、ここにねほとんど段差がないということで、いやそれもいいですよね。ドアのね閉じる音こんな感じ、結構ね密封性がいいんですかねと言いながら後ろに今入ります。ここでしょ扉、ほらあの軽なんですけどね、結構ねこれ後ろ扉でもねほらちょっと重たい音しますよね。ボディ構成も良さそうで、このリアシートね、もう広々普通の軽ってだいたい角度ここぐらいまでなんですけど、リクライニングいっぱいいっぱいできるんですよね。で足元広々、あ私ねやっぱこの内装黒の方が好きかなわすごいこれ、まあ視界、後方視界抜群ですよね。で今回のね N ワゴンね、後ろにすごい特徴があるんですよね。ちょっと開けてみましょう。てってれー、荷物乗せるときはね、通常はこれぐらいのね広さなんですけど、これがね、ほらここに紐があります。引っ張るとほら前に行きます。いや結構広いんですよね。普通車並みのねラゲッジスペースを確保できます。でこれ2層式ということでね、下にはねちょっとした小物も入れれます。いや使い勝手抜群、リアいっぱい引いた状態でもね十分乗れそうですね。でこれ傘置きと、傘ってどこに置いたらいいかわからない時ありますもんね。ちょっとエンジンルームを開けてみましょう。ここからねバカーンと開くんですよね。あれこれよく見たら真っ黒じゃなくて、ちょっとこれミッドナイトブルーと言いますか、濃いね紺色してましたね。今頃気がつく。はい、3気筒エンジンですけどもね、ターボがついてるということで、これ小刻みに震えてるわ。で今回のね N ワゴンは、こうほら遮音性がね、高められてるということで、このボンネットの上にもねこういったね、パネルがね取り付けられてます。これでねだいぶエンジン音がね車内に入ってこないということらしいですね。ハンドルがね動くんですよ、テレスコピッチで。これね上下もします。これね結構便利なんですよね。家族でね乗ってる方、体型に合わせてハンドルの位置が変えれるということですね。でこのシートもね、上げ下げできます。結構下がるんですよ、50ミリぐらい下がるらしいです。いやハンドルの調整とね、このシートの調整で、いやもう体型にバッチリ合いますよね。いやでもこのハンドルがねもうすでに私のフィットよりかっこいいかもしれない革張りステアリングでね、メタリックのパネルと、いやーいいですよね、かっこいいですよね。メーターもかっこいいし、はい、どうでしたかね N ワゴンカスタム。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 N ワゴンカスタムターボでした。
じゃあね、バーハイシュー。